皆さんこんばんは。カッパレブスへようこそ。今日初めてカッパレブスに出演しますベイビーブラザーズです。どうぞよろしく。よろしくお願いします。今日は韓国のアーティストノーガルさん、それからね、佐川の、ザ・ノットさんをお迎えして、素晴らしいライブ見られると思うんで、最後まで楽しんで帰ってちょうだい。我々ベイビーブラザーズです。どうぞよろしく。こんなに歌えないことないんですけど、はい、歌、ね、そういうバンドと思われてこれさっきね、さっきちょっとお酒飲んだのよ。ほら、びっくりしたよ。おかしいな。もう一回行こう。行こう。そんなことある？あんたの曲やろこれ。この人自分で作ってるんですよこれ。全て作詞作曲で行っておりますので、ベイビーブラザーズよろしく。じゃあイントロから行こう。イントロから行こう。いきます。
戦争なんかするやつはバカだという曲です。聴いてください。パッパラパー。練習中なんですよ。昔はね、ベイビーブラザーズは昔十何年か前にそこにいる太郎さんと二人で始めたんですけど、太郎さんはあのギターをテロテロね、たくさん弾いてくれてたんで、その後はポイサクっていうやつがギターを弾いてましたけども、あのそこが割れてクビにしました。
そんなことはない。お前そういうこと言わんほうがいい。上手くなったやろ。頑張って練習して。いや、上手くねえな。よし、パパ行きましょう。ちょっと10分も押してしまったんでね。今日でもね、リハ見たけど野原さん相当かっちょよかったですよ。皆さん、最後まで楽しんで帰ってちょうだい。次はみんな大好き踊り子じゃないや、黒い髪の少女を聴いてください。組織のこと、いや、そのはっきり言った割り反射、いや、それもちょっと違うな。いや、それも違う、違うマスト、大輔さん、いや、まあいいや、東京から帰ってきた時に作った曲です、聴いてください。
出身なんです。そこにね、こたつの王様というなんか変なおじさんがいてね、その人のために作った曲です。あまりカッパーではすることなかったんですけどね、前回ちょっとせっかく練習したんで今回もやってみようと思って持ってきました。聴いてください、こたつの王様。Oh,
みたいな。でね。指が。ああ、なんだかんくん。ビビブラザーズ今レコーディング中です。レコーディングはもう終わったんですけどね。あとジャケットとなんかその他諸々が出来上がればいつに8月ぐらいになるかな。そんな早くぐらいにはしたいですね。したいね。レコ発ね。レコ発ライブをしたいなと思ってるんで皆さんお時間あればよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと県外とかにもね、行きたいですよね。ちょっと行かしてもらって。今日牛さんもいるんで牛さんとこでやらせてもらって。韓国も行けるよ。韓国も行きたいよ。のばるさん韓国にも行きたいです。よろしくお願いします。こんなバンドでよければよろしくお願いします。みんなで行けばいい韓国に。あ、みんなで今日のメンツみんなで韓国に行ったらいいよね。韓国旅行かね。じゃあ我々あと2曲やって帰ります。今日はどうも皆さん、あ、クリーンさんありがとうございます。そうそう、前回ね、オファーして出ていただいたにもかかわらず僕は遠くにライブに行ってまして申し訳ございませんでした。そういうところがある。よし、皆さんに愛を伝えたいと思います。ラブソングソング聴いてください。
しまう。虚しさと口音が舌を出した。リズム最後の曲、バカロンワンマン。どうか気分逃げた